はいどうも皆さんこんにちは、スターディーの河野玄斗です。今回ですね、点数に直結するコーシー・シュワルツの不等式ということで、コーシー・シュワルツの不等式なんですけど、まあね、名前は聞いたことあるよっていう方で結構多いんじゃないかなと思います。まあ大体相加相乗平均の不等式っていうものを扱って、そこはちゃんとやるんですけど、あ、コーシー・シュワルツの不等式なんかこんなのなんかあるなっていうんでね、流してしまいがちなんですよね。ただですね、本当にたった一つのことを抑えるだけで、大学入試ではもうコーシー・シュワルツの不等式マスターできます。実際ですね、めちゃくちゃ簡単ですし、問題によってはコーシー・シュワルツの不等式を使わないとめんどくさいけど、使うと瞬殺っていう問題がねあったりするので、ぜひねこの問題を通して周りコーシー・シュワルツの不等式使えない人が多いので、差をつけちゃってほしいなと思います。ということで早速やっていきましょう。はい、それではやっていきましょう。コーシー・シュワルツの不等式。はい、そもそもですね、コーシー・シュワルツの不等式、教科書的にどういうふうに書いてあるかというと、まずね、2つのバージョンのコーシー・シュワルツの不等式はこういうものだと、2乗足す2乗と2乗足す2乗でダイナルイコール AX プラス BY ね、ここかけるこれとこれかけるこれの2乗っていうふうになると。で、この統合成立条件は、統合成立は A 対 B イコール X 対 Y の時で、じゃあ3つの場合はっていうふうに考えたら、はい、こういう感じね。で、統合成立は A 対 B 対 C イコール X 対 Y 対 Z の時と、こういうふうになるわけなんですけど、まあぶっちゃけね、よくわかんないですよね。これまあ2つ3つの場合こうなんですけど、何個あっても N 個の場合でも普通に成り立つ。うん、まあ A1 の2乗足す A2 の2乗足すってことですね。点点点足す AN の2乗っていうのが X1 の2乗足す X2 の2乗足す足す XN の2乗で、これがこの AHX1A2X2AHX1 足す ANXN ってものの2乗だよっていうふうになって、この統合成立は、はい、AH 対 A2 対 A3 対点点点対 AN までがこの X1 対 X2 対点点点対 XN、 はい、こういう時だよ。こんな感じでね、教科書に書いてあると思います。ということで、これを応用して問題を解いてみようっていう風にね、まあ教科書的にはなる。ただね、はい、こんなん言われてもわかんないですよね。わからんと。じゃあわからんから、結局、コーシー・シュワルツの不等式、もう大学入試の時、どういう時に使うか。もうね、これワンパターンなんですよ。はい。どういう時に使うかというと、はい、X2 乗足す Y2 乗足す Z2 乗、これと AX プラス BY 足す CZ、 これをつなげるんだよ。もうこれだけ押さえておけば大丈夫です。ちなみにこれ3つの場合ですね。2つだったら X2 乗足す Y2 乗と AX プラス BY、 これをつなげるっていう風に考えてください。2乗足す2乗足す2乗と、ここに AX 足す BY 足す CZ、 まあだから XXYYZZ と AXBYCZ って感じですね。で、この ABC に何かしらの数字が入ってくるっていうことだけ押さえておいてください。だから例えば X 足す Y 足す Z だったら ABC にそれぞれ1が入ってるよってことですね。はい、もうじゃあそれを押さえた上で例題やっていきましょう。はい、X プラス Y イコール1の時、 X2 乗足す Y2 乗の最小値を求めてくださいって言われたら、これまさにこのパターンですね。この2文字バージョン、 X2 乗足す Y2 乗と X プラス Y、 A と B に1が入ってるよっていう場合だから、あ、これとこれをつなげるのか、じゃあコーシー・シュワルツの不等式で楽じゃん。これで瞬殺できるんですよ。はい、もう瞬殺できる。これは結局コーシー・シュワルツの不等式使うと、X2 乗足す Y2 乗っていうところと、このね、X プラス Y の2乗っていうところをつなげてあげて、結局ここに1の2乗足す1の2乗が来るっていうことを使えるわけなんですね。そう。まあね、こういう感じで言われてみれば当たり前なんですけど、確かに AB11 入れればいいなっていうことなんですけど、じゃあなんでこういうふうに、このコーシー・シュワルツの不等式を使えばできるじゃんってわかるかというと、これとこれをつなげるものだっていう場合に使えるって押さえてれば、これ明らかつなげられますよね。だから、あ、2乗足す2乗と、この AX プラス BY のところをつなげてあげればいいんだ。これでもう簡単。X2 乗プラス Y2 乗、ダイナリイコール、これ2だし、ここの X プラス Y1 なわけだから、2分の1ですね。になるよと。ということで、これで2分の1ってしたいとこなんですけど、厳密に言うとちょっとダメですね。っていうのも、2分の1以上だよって言われたからといって、最小値が2分の1だよっていうふうに決まるわけじゃないですからね。はい。まあ要は、
ね、x 二乗プラス y 二乗の最小値、本当は1だったとしても、2分の1以上だよって言われても、それは合ってるじゃないですか。だから、最小値が2分の1であることと、これが2分の1以上であるっていうことは必ずしも同じじゃない。ということで何が必要かというと、このね、統合成立条件を考えると。統合成立条件は、ここの部分を見てあげると、統合は1対1イコール x 対 y の時。だから、x と y 同じ時ですよね。で、x プラス y イコール1なわけだから、すなわち、x イコール y イコール2分の1の時。っていう風になる。ということで、x2 乗たす y2 乗の最小値は2分の1だよというふうになるわけですね。はい、よろしいでしょうか。こんな感じで持っていくことができるわけです。つなげられるよという。じゃあ次行きましょう。今度は3つバージョンですね。じゃあ x プラス y プラス 2z が1のとき、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗の最小値はっていうふうに言われたら、これも一緒ですよね。ax プラス by たす cz と x2 乗プラス y2 乗たす z2 乗、これをつなげるんだ。もうこれに尽きる。そうしたらもう簡単で、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗、もう格子シュワルツの出番やっていうのを待ってましたって言わんばかりに、まずこれを書いてあげて、あ、abc のとこに1、1、2が入ってるんや。ここに1の2乗、1の2乗、2の2乗書けばいいんだ。ちゃんちゃんと。そうすると、x2 乗プラス y2 乗プラス z2 乗が、ダイナリーイコール、ここの部分が1。で、ここは1たす1たす4で、6ですね。6。だから、6分の1なのか。なりますね。で、統合は、統合成立条件ですね。これは、1対1対2イコール、x 対 y 対 z。だから、まあ、x が k、y が k、z イコール 2k って感じですよね。で、これに加えて、x たす y たす 2z が1なわけだから、ここ k、k、2k 入れたらここ 4k になるわけで、k が6分の1、6k イコール1で、6k が6分の1ということがわかると。まあだから、これ解いてあげると、x イコール6分の1、y イコール6分の1、z イコール3分の1の時に成り立つと。まあ OK って書くね。よって、ミニマム、まあ求めたい最小値は、6分の1ですよっていうふうに言える。もう格子シュワルツの不等式。めちゃめちゃ便利ですよね。もう超簡単。もう1秒で解ける。1秒で。答えだけだったら、頭の中でピッピッピッ、あ、6、1、6分の1ってできるわけですね。まあこの本当は統合成立条件考えなきゃいけないんですけどね。はい。ということで、じゃあラストですね。これちょっと応用なんですけど、はい。x プラス y プラス z イコール1のとき、x2 乗たす y2 乗たす 4z2 乗の最小値。これを求めなさいって言われたらどう考えていくか。うん。これね、格子シュワルツの不等式だっていうふうにね、反応してほしいんですけど、格子シュワルツの不等式って結局何をしたかったかっていうと、何をつなげたいか。これは、ax たす by たす cz と何か。x2 乗たす y2 乗たす z2 乗。これをつなげたかったんですよね。だから、このね、ax, by, cz の方に好き勝手ね、係数が入ってくるのはいいんですけど、この x2 乗、y2 乗、z2 乗の方の、まあ、ここに4があるわけなんですけど、この4がめちゃくちゃ邪魔なんですよね。いや、これとこれをつなげるのは格子シュワルツなのに、これとこれつなげろって言われても無理だよっていう風になるわけなんですね。そこで登場するのが置き換えですね。これね、4z2 乗の部分、4が邪魔だなってなるので、2z の2乗っていう風に見てあげるわけなんですよ。まあ、要はここの塊を、なんでもいいけど、ラージ z っていう風に見てあげる。そうすると、もう勝ちですね。2z をラージ z って見てあげることによって、このね、z の部分は2分のラージ z になるわけじゃないですか。そうすると、ここのね、4の部分が消えて、代わりにこっち側にね、係数を追いやれるので、もう勝ちですね。この x2 乗プラス y2 乗足す、ラージ z の2乗っていうものと、この x プラス y プラス2分の1ラージ z。これの2乗っていうものをつなげればいいということで、普通に格子シュワルツの不等式の問題になる。その場合、ここのね、係数の部分がここにやってくる。1の2乗足す、1の2乗足す、2分の1の2乗。まあ4分の1って書きますね。こういうふうにできるわけなんですよ。そうしたらね、ここ1で、この x2 乗足す y2 乗足す z2 乗が、ラージ z の2乗がっていう風にできる。まあ、あとはもういいですよね。これ2たす4分の1が4分の9か。で、ここ1だから割ると9分の4になりますね。ということで、あとは統合成立条件。統合は、1対1対こう2分の1の2乗だから2分の1ですね。が、x 対 y 対ラージ z っていう風になって、x たす y たす2分のラージ z が1ですよね。だからまあこれね。この部分、k、2k、2k っていう風に置けて、ここ、だから 2k、2k、
2分の k になるんだね。そうするとここ 4k たす2分の k で2分の 9k イコール1だから k が9分の2ということで x イコール9分の4 y イコール9分の4ラージ z イコール9分の2すなわち z スモール z、ね、元の z は9分の1っていうふうにできると、この時にこれが成り立ちますよっていうふうに言えるので元の x プラス y プラスラージ z の最小値は9分の4ですよっていうのが求めることができるわけなんですよ。よろしいでしょうか。まあ、こんな感じでね、コーシー・シュワルツの不等式もう抑えるべきは ax プラス by プラス cz と x2 乗プラス y2 乗たす z2 乗これをつなげるもんだ。もうこれだけ押さえておけばもうどんなね大学入試にも対応できる。で普通ね結構めんどくさい問題もこれ1行書くことだけで1行だけでもうね問題解けてしまったりするので時短にもなるんじゃないかなと思います。ぜひねコーシー・シュワルツの不等式結構使えない人が多いところをしっかり使えて周りと差をつけてね、ぜひ、受験乗り切っていけたらいいかなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。